ですね、はいはい、ということもあるので、ちょっとここで随行部署に交代をして、ちょっと郊外先生にちょっとお願いをしようと。あ、はい、強そう。で、随行部署は本当一騎当選のもう武将なので非常に強いというところで、まあ、もう実質ほぼ無敵なんですよね、はい、めちゃめちゃいけますね、はい、で 今のうちの演術をもう体力を 15% 削るというのは郊外で、あ、孫作苦戦とか出てる、おいおいおい大丈夫大丈夫、 OK OK、 大丈夫ですね、大丈夫大丈夫大丈夫というね、あの今回あのヤバくなった場合は近づくと味方の体力を回復するんで、とりあえず近づくっていうのは重要ですね、うん、っていうことを言ってる間にじゃあそろそろ、あ、素晴らしいですね、しかもこれで成功、これあのちょうど気持ちがいい、郊外の武芸でございますね、いや強い、そうですね、郊外は今回も超ね、あの頼れるようなおっさんということでね、であでここであの一番強い絶無双乱舞という郊外の一発を、おー、ね、来た、もう一発でね、何日言ってんだろう、もうすごい飛び方しちゃったじゃん、間に合わなかった、強すぎる。